あなたがしてくれなくても岡野敦子がドラマを解説、若い夫婦のセックスレスあるあるなんです。旦那さんが草食、奥さんも仕事で疲れてるっていう夫婦のセックスレスは多くて離婚に至るっていうケースがあるんですけれども、どこにきつくかって言ったら、してもらえない方、あなたがしてくれなくても他にはしてくれる人いるよみたいな不倫に走っちゃうっていうところがね、どうなのかなと思うんですけれども、責任が取れて本当に覚悟が決まってたら、これドラマですからね、組み合わせで良くないっていうんだったら他の組み合わせもありっちゃありなんですけれど、エータさんとナホさん夫婦今時ですよ、妻だけ ED っていうのはねあるあるなんですけれども、そしてね岩田岩ちゃんとね田中みな実さんのセレブ夫婦、家事も手伝ってくれるいい男、そして田中みな実さん有名ファッション雑誌の副編集長みたいな、女性が仕事が大好きで夫を顧みず寂しい気持ちになっちゃうっていうところで、ここから不倫がいっちゃうんでしょうか。世の中に不倫なんていけないから、ちょうど奈緒が断ったところなんですよね。セックスレス、お互いが良ければいいんですけれども、片やがセックスしたいっていう時にはこういうこともあってしまいがちです。